はい、皆さん聞こえてると思いますけど、聞こえていましたら拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。はい、では発表に入ります。セットアップツールの最近ということでですね、はい、皆さん、3年ぶり本編で あのパッケージング関連の発表でございます。今回はですね、まあ、セットアップツールインサイダーへのフォーカスしたお話をします。でまずは自己紹介をしたいと思いますが、先ほどあの名前出しましたけど、私小田切、ネット上では青ダグという名前でやっていますが、まあ、最近ちょっとプレゼンス低いんでね、あの青ダグっていう名前でツイッターを見てもですね、特にあの大したこと喋っていないのでですね、まあ、そんなに気にしないでください。オープンコレクターという会社で働いておりまして、弊社ですね、ケンオールというサービスでですね、まあ、郵便番号を入れると住所が返ってくるという超画期的なサービスを出しておりますので、ユーザー登録の時にですね、住所が必要というようなあのサービスをやっている方はですね、ぜひご検討お願いします。すずりで T シャツ売ってますんで、ね、そちらもお買い求める際はですね、バンバンいろんなところで来てみてください。ちなみに買ってくれても儲かりません我々。はい、で Python についてはですね、まあ、1.5 くらいから使ってるんで、まあまあ、初心者じゃないって言ってもいいかなぐらいのくらいには Python 使えるんじゃないかなと思っておりますので、まあいろんな、Python の質問ありましたらですね、いろんなところで質問してくれていいと思います。はい、ではセットアップツールについてなんですが、このセットアップツールについて私過去 PyConJP 関連でずっとパッケージングの話をしているんですが、毎回毎回そのためにですね、セットアップツールのバージョンがいくつになっているのかというのを発表し続けてきましたね。2013年、もう10年近く前ですが、ここで 1.15 だったのが、そこから、6、18、27、36、40、41、あ、ちょっと停滞しましたね。でもその次に53で盛り返した後、さあ今日はいくつか、65と、はい、一体何がバージョンアップしているのか全く僕も分かりませんが、じゃあ最近は一体セットアップツールズ何が変わっているのかというのが今日の話の趣旨でございます。で、まあ、一応この話を聞きに来ている人はセットアップツールって何なんだろうっていうのをなんとなく知ってるとは思います。あれでしょ、セットアップファイルの中で最初にインポートしているやつって思うでしょう。まあ、一応ですね、あれディストユーティルズっていうのがもともと標準ライブラリにあって、あれを拡張する形になって追加されるのがセットアップツールズというものです。でセットアップツールズは最近何をやってるのかというと、まあ、いわゆる近代化というものです。セットアップパイって言われるとみんな古いとかとか何のためにやってるのかとかね、まあ、パッケージ作る人は書かなきゃいけないんだけどっていうようなやつ。ただこのディストユーティルズが標準ライブラリから消えていくっていうのを受けてですね、パッケージング関連ポエトリーとかが出たりとかですね、PEP517 とかワークフローが整備されたりとかっていうので、パッケージング関連のやつがセットアップツールズが作られた頃に比べて非常にいろんな議論が交わされた上で整理されていろんなツールができてきているという、状況の中で、セットアップツールズ古いままではいけないということで、まあ、パッケージング関連 PEP へのいろんな追従が行われています最近。でその結果いろいろ剥ぎ取られて、セットアップツールズ昔はいろんなことできたのにねっていうのがですね、どんどん他のツールに持ってかれてしまってですね、ちょっと寂しい感じに、なってきてます。でディストユーティルズっていうのが、まあ、そもそもセットアップパイを作るやつですね。でそれを拡張するセットアップツールズがあると。でディストユーティルズ、消えることに、決定しました。で3.12 でディストユーティルズ消えることになっております。で 3.11 だとインポートするとデプリケーションワーニングが出てくるはずです。アズブールを使うがためにですね、ディストユーティルズドットユーティルズの中のアズブールを使っている方々、消えますのでもう使ってはいけません。なんとかしてくださいね。3.11 がリリースされたら 3.12 ブランチがデブになるので、そちらの方で、ディストユーティルズが消されるはずでございます。もうすぐ 3.11 出てしまいますのでですね、本当に消えるのかどうか。本来 3.10 ぐらいで消えるはずだったのに、いつの間にか 3.12 で消えるというのが結構延長されてしまいましたね。はい、ではディストユーティルズが消える、
ということは、あ、すいません、飛ばしました。あのディストリビューテルズっていうのは一体どこにあるかって、今標準ライブラルの中にあるんですが、じゃあセットアップツールズってディストリビューテルズを拡張してるんだから、もうディストリビューテルズなくなっちゃったらセットアップツールズ使えないのかという気がしますが、今セットアップツールズの中にですねディストリビューテルズを、取り込みましたので、セットアップツールズの中にディストリビューテルズ入ってるんで、さらあの標準ライブラリにまだ残ってるディストリビューテルズとセットアップツールズが中に持っているディストリビューテルズ、どっちを使うのかという選択をですねしなければいけないんですが、これがですねあのセットアップツールズユーズディストリビューテルズという、環境変数を使って切り替えるということになりました。これがですね結構無理やりなハックでですね、あのディストリビューテルズプリディセンズピースっていう、ピースファイルっていうのを皆さんご存知ないかもしれませんが、まあこれがねなかなかあの凶悪なファイルでですね、あのサイトパッケージにドットピースファイルがあると絶対読み込まれるし、あの回避できないという、そんな場所でですねあの超無理やりなハックをやっておりまして、ちょっとこれはいただけないなと思っています。これですねサイトパッケージにあのピースファイルを置いてあると、このファイルですねファイルパスが書いてあるとそれがシスパスに入る、それ以外の行は Python コードとして評価されるというめちゃくちゃなあの仕様があるんですね。これがですね、まあ、未だにこれがまだあの Python 3になってもまだこの仕様が残っておりまして動きます。で Python 2の頃はですねこの Large S っていうあのノーサイトっていうあのオプションがありまして、これ使うとサイトパッケージの下読まないとかそういう回避方法があったんですが、 Python 3になってこのオプションなくなってしまいましたので、このピースファイルにですね何か書かれると絶対に実行されてしまうというですね、あの PyPI にこの間あの悪意のあるパッケージがアップロードされたりとかしてですねセキュリティの問題になりましたが、あいつらはこれに気づいてなくて本当に良かったと思います。さてじゃあセットアップパイって消えてしまうの、セットアップパイはお前消えるのかと、はい、ここツイートする時間です。もうこんだけ覚えてもらえばいいと、はい、ではセットアップパイ実際消えるのでしょうか。セットアップツールズのもうアイデンティティとも言うべきこのセットアップパイが消えるのかどうかというの、まあ、まずこのセットアップツールズが近代化するっていうのはどういうことなのかで、まず PEP への追従がありまして、でセットアップパイの中ってセットアップ関数呼んでるんですけど、こいつが持っている機能がどんどんいろんなツールに移っていっています。でそうすると純粋にパッケージ作成のツールとしてセットアップツールズっていうのが残るわけですが、 PEP への追従っていうのがあの一番大きなものとしてはまず PEP517 に対応しましたと。なのでパイプロジェクトトムルにビルド方法を書きますと、まあ、とはいえパイプロジェクトトムルがなかったらセットアップパイにあのフォールバックするように今なってますんで、まあ、それほど意味があるわけではなかった。で次に PEP621、 これによってパイプロジェクトトムルにプロジェクトメタデータを書くことができます。そうすると、一番古い方法だとセットアップパイの中のセットアップ関数の中にあのオーサーとかタネームとかバージョンとかっていうメタデータを書いていました。でちょっと進化してセットアップコンフィグにあのオーサーとかいろいろ書くようになりましたが、最近あのこの対応によってパイプロジェクトトムルにあのメタデータを書くっていうことができました。なのでこれによってセットアップコンフィグが不要になります。あとビルドについても PEP517 のビルドを書ければいいんでセットアップパイはなくてもいいです。セットアップコンフィグやパイプロジェクトトムルにメタデータを書くんで、あの空のパイセットアップ関数を呼んでるだけっていう状態のやつもういらなくなりました。ただし、ホイールを作るときには不要になりましたが、あの PIP エディタブル、エディタブルインストール、あれするときにはですね、いまだにあのセットアップコンフィグかセットアップパイかどっちかは必要になっています。PEP660 の対応がまだ不十分なので、エディタブルインストールするときにはまだ必要。なので、セットアップパイはまだ消えない。からでもいいです。ではセットアップパイというのは今まで何をやっていたのでしょうか。まずパッケージメタデータを書く、あの引数にたくさん書いていましたね。あとですねパッケージングする、あのセットアップパイで、アップロードとかビルドとか SDIST とか BDIST ホイールとかやってパッケージングを行っておりました。
こうやってやってましたね。 S ディスト B ディストホイールってやって、パッケージを作ってですね、あとセトッパイのアップロードっていうのを使ってパイ PI にパッケージをアップロードする、これが自分で作ったライブラリをパッケージングしてパイ PI にアップロードして公開するという手順でしたが、セットアップコンフィグにメタデータを書くっていう部分、あでセットアップパイにメタデータを書くっていうのが、さらにセットアップコンフィグにメタデータを書くっていうことになると、セットアップの中身セットアップ関数を引数なしで呼ぶだけになる、もういらねえじゃんこいつみたいな。で PEP517A の対応がさらに進むと、 SDIST がホイールを作る方法っていうのが、これまで PIP とセットアップツールズの中がまあお互いなんかすごく実装知ってるから、 PIP はインストールするときにセットアップパイビーストホイールって呼んであげればいいみたいな、とりあえず実装依存の方法があったんですけど、これが PEP517 でちゃんと手順が決まって API も決まりました。でセットアップツールズもそれに対応して、セットアップツールズビルドメタっていうモジュールによって対応したと。この時点でまだメタデータ自体はセットアップコンフィグやセットアップパイに書かなければいけなかったので、パイプロジェクトともにはビルド方法がセットアップツールズですって書くだけでした。で PEP621 の対応によってパイプロジェクトともの方にメタデータを書くことができると。2022年の3月に導入されたので、おそらく今ある環境だったら、まあ、使ってもよろしいかと思います。でパッケージメタデータ、じゃあ変遷としてはどうなるの？古き良きセットアップパイは、セットアップパイの中身はセットアップ関数があって、そこに引数でいろんなことを書いておりました。名前書いたりバージョン書いたりなんか誤差書いたりとか、あと、リクワイメンツとかですね、依存関係を書いたりとかっていうのもやっていました。でこれがですね、ちょっと経つとセットアップコンフィグ書くことができるようになりました。もうこれだけでも結構な進歩だと思うんです。でもこの進歩の中でもパイプロジェクトトムルっていうのが出てきちゃったから、もう一回セットアップツールズは設定ファイルのイードメタデータの話をもう一回違う実装しないといけなくなりました。それによってパッケージメタデータはパイプロジェクトトムルの中にプロジェクトセクションに書くっていうことができるようになりました。これによってセットアップパイセットアップパイセットアップコンフィグほぼ役目を終えたのですが、最終的にまだエディタブルインストールのための API が提案されたんですが、これをやるためにセットアップコンフィグはファイルだけはないといけません。パイプロジェクトともにメタデータを書いて、ビルドするときには PEP517 でやるんだから、もうセットアップパイもセットアップコンフィグもほぼほぼやることはもう全くないわけです。もうセットアップコンフィグ空のファイルでもいいから置いておかないと、エディタブルインストールっていうのはできないのです。で今 PEP660 っていうのは対応中です。セットアップツールだ頑張っております。ただしポエトリーやフリットはもう先に対応してしまったので、ポエトリーとかフリットで作られているプロジェクトは PIP インストール -E とかってやるとちゃんとインストールできるようになります。セットアップツールのために作られた PEP じゃないのかこれはということです。さて、まあ、セットアップツール最近頑張ってですね、そうやっていろんなツールとの互換性っていうのがPEP で提案されたので、それにセットアップツールが追従するというですね、セットアップツールがやってることを PEP でそのまま採用してくれればいいのに、そうではないので似たようなことをセットアップツールズは頑張って実装し直さないといけないということになっています。ただし結構頑張ってきました。あとさっきの PEP660 さえ対応すればエディタブルインストールでもセットアップコンフィグセットアップパイはいらなくなるはずです。いらなくなるはずです。はい、ではここまで来るとセットアップツールズ、昔はいろんなことやってたよね、今はどこまで減ってしまったのか。セットアップツールズ昔最初出た頃はもう本当すごかったです。インストーラーを持ってたし、マルチバージョニングインストールができたりとか、ディストリビューションのフォーマットを持ってたりとか、パッケージメタデータの拡張を自分たちで定義してたりだとか、あとライブラリも持ってるし、 PyPI のアップロードもさっき言った通りセットアップパイアップロードとかもやっておりましたが、全部剥ぎ取られてきました。はい、まずインストーラー、そもそもイージーインストールもう知らないでしょ。はい、イージーインストールまだ知ってる人半分ぐらいいる。年寄りばっかだな。はい、ですね、まあ、PIP についてはですね、この PEP543 でですね、エクスプリシットブートストラッピングオブ PIP in Python インストールインストールによってですね、Python インストールすると PIP もインストールするということになりましたので、もうもはや標準インストーラーの座は PIP にもう全て奪われました。まあ、イージーインストーラー使いにくかったですからね、あれ途中で止まるとですね、
途中で止まってしまうんですね、インストールしたまま中途半端に。しかも依存順を解決しながら上から順にインストールしていって、インストールしたものに必要なものっていうのでインストールしていくんで、非常にですね中途半端な状態の依存関係で止まってしまうっていうアトミック性の欠如があったりとかですね、あとインストール先がエグディレクトリだったりとかっていうのでいろいろ弱点がありましたので、まあ PIP にするっていうことでいいんですけど、いいのですが、インストーラー持ってたのになあいつってちょっと思ってしまいます。でエグディレクトリっていうのは何だったのかというとですね、皆さん今 VM 使うからライブラリのバージョンが違ってても、プロジェクトごとにライブラリのバージョンが違ってても別にバーチャル M で切ってんだから別に関係ないじゃんと思いでしょう。ただし VM が昔なかった頃というのはサイトパッケージの下にパッケージのバージョンがついたディレクトリをもう一回掘った下に入ってるインストールするっていう、こういうエグディレクトリという構造を作ってました。でさらにここにエッグっていうのは ZIP の中にメタデータが入っているようなそういうパッケージなんですけど、まあ、そこにサイトパッケージの下に ZIP ファイルを置くだけっていうインストール方法もできていました。 でもそんなことしなくてもバーチャル演武とか VM とかで切れば別にライブラリのバージョンそれぞれ違うやつでできるんだから、もうそんなことしなくていいじゃんということで、いらなくなりました。なので PIP はこのエッグディレクトリの構造を取らずにサイトパッケージの下にそのままインポート可能なパスで入れています。ではエッグディレクトリ何が良かったのかという、このマルチバージョニングっていうのがありましてですね、それぞれ入れるんでライブラリのバージョン違うやつがそれぞれ入ってたらどれが有効になるのっていうのことがちょっと疑問になると思いますが、これはセットアップするの中にリクワイアっていう関数があって、これを呼ぶことによってどのバージョンをアクティブスにするかというのが、できていたわけです。なので古いライブラリを呼んであげるとたまに中でですね、このリクワイアを呼んでバージョンを変えるっていうやつが急に出てきてエラーを出したりとかしますが、皆さん驚かないでください。もうそのライブラリ古いんです。このセットアップツールのリクワイアっていう超古い古代の技術を使ったやつなので、相当詳しくいろんなパスをこういろいろできるっていう人じゃないと、まあ使いこなせないし、そんな古いもの使ったところで何か意味があるとも思えないので、もうそんなライブラリは捨てましょう。なので、そうだ、エッグディレクトリっていうのはこういうことのために作られていましたが、今は我々には VM があるのでもういらないね、いらなくなってしまいました。はい、バイナリーディストリビューションもですね、エッグフォーマットっていうのがあったんです。もうエッグっていう名前大好きですね。いろんな名前ところでエッグって出てくるんですけど、これもですねホイールというものが提案されてですね、エッグよりもより良いものをということでいろいろ提案されまして、PEP427 で最初提案された後491425453551656900とかっていうので、いろんな PEP でバージョンを重ねたりとか、メニー Linux というので Linux ディストリビューションに対する、バイナリーディストリビューションのあり方というものがちゃんと議論された結果、ホイールというバイナリーディストリビューションが今使われております。ホイールエッグ2ホイールというツールがありまして、これを使うことによってセットアップツールズはですね、エッグからホイールに変換することによって結果的にホイール対応ができております。次はですね、エッグインフォですね。こうエッグインフォからディスインフォ、これは何かというとパッケージメタデータのフォーマットです。エッグインフォっていうのはメタデータに追加 の, データを入れるっていうやつだったんですが、この追加しているフィールドっていうのが、確か PEP5 345 の, パッケージバージョン 1.2 あたりでほとんど取り込まれてしまったので、エッグインフォとして特別できるっていうこともほとんどなくなりました。さらにその後メタデータのバージョンを重ねてですね、マークダウンが使えるよとかですね、バージョンっていうものが後から Git の, タグからバージョン計算するから今は書かないよっていうのを明示することができたりとかですね、いろんなことができるようになりました。まあでもたまに多分エッグインフォっていうディレクトリがあるのはね、見かける可能性がありますね。はい、エッグインフォ見たことある人。はい、エッグキャッシュっていうディレクトリにパーミッションがないって言っていきなりトラックが落ちてイラッとしたことがある人。あ、これはいないの。あ、すいません。はい、はい、次、PKG リソーシズっていうのがあります。これはですね、パッケージング関連のメタデータとかそういうものを、
処理するためのライブラリーです。これを使うことによって今インストールされているライブラリーの一覧を出したりとか、そのライブラリーがどこのパスに入っていてというのとか、そのライブラリーのエントリーポイントをロードしたりとかっていうのができる、ものですね。ただしこれもですね、ディストリブとかでパッケージングとかっていうのが、PIP を作ったり、PIP かな、ディストリブとパッケージングですね、どちらも目的は一緒なんですけど、どの PIP を実装するかっていうので違いがあったりとか、ちょっと対応するなんか実装してる PIP が被っていたりとかですね、なんか使い分けがよくわからないライブラリなんですけども、この2つを使って PIP に対する実装が行われていて、でそれを使って PIP が PIP の実装しているライブラリを使って PIP が作られていると。あれ間違ってないよね、はい。そういう感じになっていまして、で PKG リソーシズっていうのは何のためにあったかっていうと、これはセットアップツールズを作るためにもともとあったんですけど、PKG リソーシズ自体もですね、ライブラリのバージョンを取ったりとかそういうものに使える。あとリソーシズって書いてるのは何なのかっていうと、パッケージが持っている、テンプレートファイルとか HTML ファイルとかですね、あと最近だったらデータのサンプルデータの CSV とかがですね、パッケージデータとして中に含まれたりとかするのですが、それをロードするっていうのができたりとかっていうのが PKG リソーシズでできることだったんですが、3.89 ぐらいからこの PKG リソーシズが持っていた API がですね、インポートリブの際にどんどん取り込まれていきまして、インポートリブメタデータっていうのとインポートリブリソースというのの下に、ほぼ同じような関数が取り込まれてしまったので、もう PKG リソーシズはいらなくなりました。なので PKG リソーシズを呼ぶためだけにセットアップツールズに依存するということはしなくてもよくなりました。ちなみにこのインポートリブリソースとインポートリブメタデータはバックポートライブラリがPyPI に上がってますので、3.6 とかですね、ちょっと古めの Python を使っていてもそのバックポートライブラリを使うことによって PKG リソーシズと同じようなことはできると。セットアップツールズに依存しなくても、昔はセットアップツールズって大体みんな入ってんだろうっていう暗黙の了解があったんで PKG リソーシズとかですね、バンバン使ってたんですけど、だんだんねセットアップツールズなくてもいいじゃんっていう環境が増えてきてしまったので、この PKG リソーシズへの依存っていうのも本当に使いたいんだったらちゃんと依存を書かないといけないし、でもそのためにセットアップツールズ依存するのもなという感じなので標準ライブラリに入りしたというような経緯だと思われます。でこの PKG リソーシズとかですね、ディストリブとかを使って何ができるかっていうと、例えばインストールされているパッケージ一覧を表示する、PIP フリーズの中身、PIP フリーズがやってることですけど、これをPython の、例えば Web アプリとかですね、そういうのでヘルスチェックをするときに、この環境今ライブラリ何で動いてたっけみたいな感じのやつを取りたいときとかたまにあるんですけど、そんなときにですね、サブプロセス PIP フリーズとか呼ばずにですね、インポートリブメタデータを使えばこう簡単にですね、インストールされているディストリビューションズの一覧が取れますので、これによってですね、ちょっとしたツールを作るっていう場合にもですね、結構簡単になりましたねと。で次は PyPI のアップロードフローですが、昔はですね、BDIST ホイール、セットアップ BDIST ホイールってやればよかったんですが、例えばポエトリーはなんだっけ、ポエトリーはパックとかポエトリービルドかな、フリットビルドとか、なんか今それぞれツールが持っているビルドコマンドっていうのを呼ぶっていうのが多分皆さんやってると思うんですが、PEP517 は何のために作られたのかというと、ビルドフローっていうのを標準化するために作られたわけで、やっぱコマンドごとにビルドを呼ぶっていう、ツールごとのコマンドでビルドコマンドを呼ぶっていうのはそれは違うのではないかという。でちゃんとPEP517 のビルドのフローをやるためのツールがありまして、ビルドっていうのがありますので、これを使ってあげると PEP517 対応のツールであればみんなこれでホイールを作ることができる。そしてですね、ツワインというPyPI のアップロードの専用のツールがありますので、アップロードする際にはこれを使うということになりましたので、もうセットアップツールズ本当なくてもいいね
という感じになってきました。なのでディストリビューティルズ標準アルバから消えますが、これの対応は結構ひどい、皆さんのところにももうすでにインストールされてしまっていると思いますので、ちょっとサイトパッケージの下にあるディストリビューティルズプレシデネス .ps のファイルの中身をちょっとご覧になっていただくと、何やってんだこいつみたいな感じになりますので、まあイラッとしてみてください。覗いてみて、で、あとセットアップツールズは517.621.660と進むことによって、セットアップパイやセットアップコンフィグというものにこれまで依存してきた状態がパイプロジェクトトムルに一本化されることになります。そういうふうに近代化されてきてよかったねと思う反面、セットアップツールズってインストラとかエグとかPKG リソーシスとかですね、いろんなものを導入してきたのにもかかわらずですね、同じようなものがいろいろ議論されてちょっと違うもので PEP で採用されてしまったので、これに追従するためにはセットアップツールズって今まで自分がやってきたもののちょっと似たようなものをもう一回実装し直さないといけないとか、手放さないといけないというか、削除しないといけないとかという感じになってきましたので、最近のセットアップツールズ、なんか延命されてますねと思っております。はい、というわけで最近のセットアップツールズについては以上です。以上ですが、一番今回言いたいのはパッケージング関連のPEPが多すぎるんです。はい、2ヶ月かかりました全部読む。はい、というわけで、はい、皆さんポエトリーもですねいいツールですけども、セットアップツールズも使ってあげてください。はい、以上です。はい、ご発表ありがとうございました。質問がある方は、スライドに書き込みを行ってください。スライドに、いくつか質問コメントが上がっているようなので、いいねが多い順に見ていきたいと思います。コメントが多いですね。まずは、ディストユーティリズが消えてしまうなんて点々点はやとさんとかコメントがありました。サターンさんから質問がありまして、もしかしてもうイージーインストールでイージーにインストールできなくなりましたかとありますが、いかがでしょうか。そもそもコマンドを消すかどうかというイシューが上がっておりまして、イージーどころかインストールすらできない可能性があります。ありがとうございます。あと、そうですね、事故りそうな予感であるとか、すごく歴史を感じるみたいなコメントがあります。質問といたしましては、この辺の最新のお作法はここを見ればいいみたいなサイトや書籍はあったりしますでしょうかと。はい、このですね参考文献の下の方にある Python パッケージングユーザーガイド、 Python パッケージングユーザーガイド、こちらがPython のパッケージング関連のツールを管理している PyPA という団体が作っている、公式なパッケージング関連のお話がここです。なので基本的にはここに載っているものを参照してください。なるほど、ありがとうございます。コメントが増えておりまして、質問ですね、パッケージングの未来について予想をお聞かせくださいとありますが、いかがでしょうか。そうですね、デベロッパーのフローとしてはもうツールがそれぞれのアクションに応じてちゃんと作られていて、パッケージをホイールにするっていうのと、PyPI にアップロードする、あとはそれをダウンロードしてインストールする、こういった部分のツールはもうちゃんと十分成熟していると感じますが、やはり今年の前半にもあったように PyPI のセキュリティっていう部分で、いろんな狙われ方がいろんな、Python が有名になってきて結構狙われていますので、PyPI のサイト自体のセキュリティの強化というのが今のところホットな話題というか、結構やらなきゃいけないというディスカッションがなされてますね。なので PyPI に今
上がってる話だと PyPI にあの PKI の仕組みを入れて、まあ、デベロッパーの皆さんあのちゃんと署名してねみたいなそういう話になるかもしれないし、あとはまあ PyPI 自体の運用上の、まあ、運営の仕方として、あの今誰でもあのパッケージって上げれちゃうんですけど、まあ、それをどうやるかっていう話になるんじゃないかなと思います。なるほど、ありがとうございます。まだ質問がいくつかありまして、パッケージリソーシーズイコールイコール 0.0.0 ももう消えましたかとありますが、いかがでしょうか。部分的には消えましたが、たまに出てきますので出たら消してください。あのデビアンか Ubuntu で発生するバグなんですけど、まああの部分的に対応してて、まあなんとなく出なくはなったんですけど、結構バーテル的なあのバグフィックスされてるんで、多分あのあれ多分というかですね、僕あの回避してもう一回発生させる再現手順もう知ってるんで再現はします。ただ普通にやってたら出ないと思います。はい、ありがとうございます。質問がありまして、セットアップ .py 内でホームとかリードミーとかヒストリー読み込む処理してたのはどこに行くんだろうとありますが、いかがでしょうか。はい、まずリードミーとかを読み込むっていうのは最終的にあのロングディスクリプションにあのその内容を指定するようになっていたと思うんですが、セットアップコンフィグとかですね、あのパイプロジェクトトモロの方はですね、最初からあのロングディスクリプションのところにはこのファイルの内容を指定するっていう書き方ができるようになっているので、あの、まあ、自分でリードファイルを開いてリードしてっていうことはしなくてよくなってます。なるほど、ありがとうございます。あと2件ほどありまして、エッグファイルを使ったインストールもできなくなるのでしょうかとあります。はい、もともと PIP はエッグファイルをインストールするというのをしていないので、あの Easy インストールじゃないとエッグインストールはまずできない。上で言うと、Easy インストールがそもそも消えゆく運命にあるということと、まあ、まず PyPI にエッグを上げるっていう人がほとんどいないというのを考えるとですね、あのやめた方がいいですよと。ありがとうございます。あと最後の質問がありまして、先日 PSF の人からパッケージングについてアンケートがありましたが、例えば VMV のように標準ライブラリにパッケージング関連の PEP の実装が入る可能性はあると思いますかとありますが、いかがでしょうか。そうですね、あの VMV については結構特殊な例として入ってますけど、あの PIP って標準でインストールされるみたいな感じになってるんですけど、あれ内部的にはエンジャー PIP っていう、まあ、あの標準ライブラリとして入ってるんではなくて一緒にインストールするっていう流れになってて、これはなぜかというと、あの PIP をバージョンアップするために Python バージョンアップをしなければならないとかですね、あのリリースライフサイクルの違いがかなりあるのでっていうことがあって、あの PIP についてはああいう形になりましたので、パッケージング関連についてはあのツールは標準ライブラリに入れるっていうことは多分ないんじゃないかと思います。ただ、まあ、あのインポートリブの下にあの PKG リソーシズ由来 の, あのライブラリが入ってきバックポートというかですね、あの、まあ、ポーティングされて入ってきてるので、あのそういった意味で標準ライブラリにパッケージング関連 の, あの関数とかライブラリという形で入ってくるっていうのはあのまだもうちょっとあるかもしれないです。PKG リソーシズの内容が全部インポートリブに入りきったかどうかっていうのをまだ見てないんで、もしかしたらまだ残っていて、まあ、それがまだ入ってくるかもしれないなというぐらいです。そんな積極的には入れていかないと思います。なるほど、ありがとうございました。では、そろそろお時間になりますので
トークを終了したいと思います。もし追加で質問がある方や、まあ、直接お話ししたい方いらっしゃいましたら廊下やオープンスペースで、発表者の方に、お話しすることもできますのでよろしくお願いします。それでは発表ありがとうございました。はい、じゃあ今日は目印に帽子かぶっておりますので適当にお話しかけてください。ありがとうございます。